こんにちは、ショナルです。今日は、何個か10月に取材を受けた日本人海外出稼ぎ報道について、僕の思ったことを話したいと思います。あのニュースだけを見ると、オーストラリア来たらめっちゃ稼げるやんっていうふうに思う人がほとんどやと思うんですけど、たまたま僕は日本でやってた仕事を見つけることができて、そこで雇ってもらえたんで、時給が高くて、残業も結構してるっていうのもあって、1ヶ月で約200時間ぐらい働いてるんで、稼げてるっていうのが事実です。平均したら80万ぐらいなんですけど、手取りで80万っていうのは、最高で手取りが80万ですって言った時に、その最高の部分を切り取られてたんで、毎月80万あるような感じでちょっと報道はされてしまったんですけど、月収で80万円ぐらいです。手取りにしたら60万から70万ぐらいが平均になります。物価とかについてなんですけど、物価は日本よりかは確実に高いです。でもガソリンとかは一緒ぐらいなんちゃうんかなっていうふうには思います。今ちょっと高くなって2ドルぐらいなんですけど、日本円で180円ちょっとぐらい。食料は選べば日本と同等ぐらいのものも買えると思うんですけど、基本的には日本の 1.5 倍2倍ぐらいだと思います。あと日本のものを買おうとしてしまうと2倍3倍ぐらいの値段はします。オーストラリアで外食すると、普通のレストランみたいなところに行ったら、だいたい2500円から3000円ぐらいの値段はしてしまうと思います。自炊を増やして外食を減らすと、日本の 1.5 倍ぐらいでは収まると思います。家賃についてなんですけど、今は結構家賃も上がってきてて、一人暮らしするってなったら、月15万円ぐらいはすると思います。こっちでは結構シェアハウスっていうのが主流で、テラスハウスみたいな感じで、同じ部屋に3人ぐらい一緒に住んで、キッチン、シャワー、トイレが共用でっていうのが割と普通なんで、シェアハウスやったら8万とか、今やったら10万近くすると思います。英語に関してなんですけど、取材の時は、Yes, No, OK ぐらいしかほとんど喋れないっていう風にも言ってたんですけど、相手の言ってることはなんとなくわかる、雰囲気的にわかるぐらいで、英語で言いたいことを仕事の時とか聞く前に Google 翻訳とか使ってから聞いたりしてるのが現状です。英語ができんくてもできる仕事はあると思うんですけど、英語の国なんで英語は話せて当たり前っていうのはあるとは思います。英語できひんくて困ること、最初の頃、ファームっていうところで働いてたんですけど、農業してたんですけど、それの説明が全然意味わからんくて、その時も横の人のことを見よう見まねでやってたら、大体はできてるんですけど、細かい部分が全然できてなくて、でその日何回も注意されて、仕事終わってからメールが来てて、クビにはならなかったんですけど、全然言うこと聞かへんみたいなことをバーって書かれて、1週間ぐらい仕事がもらえなかったっていうことがありました。そうやって英語がわからんかったら仕事がなくなったりっていうパターンもあるんで、英語はできひんよりかはできた方がいいなっていうふうに思います。僕もそこまで英語はできひんので、そんな悲観的にはなる必要もないと思います。英語ができるできひんとかよりかは、やる気があるかとか、そっちの方が重要かなっていうふうには思います。僕も1ヶ月ちょっと前ぐらいに取材受けて、今も結構いろんな人が取材を受けてたりして、日本のニュースとかでも海外出稼ぎ日本人みたいな感じで報道されてて、いい部分ばかりを結構
稼げる稼げるっていう部分ばかりを取り上げてるっていう風にも思うんで、実際僕も取材を受けた時に他に同じように稼げてる人はいませんかっていう風に聞かれたりもしたんで、そういう人たちを集めて取材してるっていうのがあって、まあ、テレビとかを批判するつもりもないんですけど、その人たちはその人たちでそれが仕事でやってると思うんで、その情報を全部鵜呑みにするっていうのはあまり良くないかなっていうふうにも思うんで、あと最後にコメント欄とか見てたら、ショナルは仕事できなさそうとか、ショナルと喋ったらイライラしそうとかアホそうとかっていうのも書いてあって、確かに自分でも動画を見てみたら喋んの下手くせえしアホそうやし、わかるわって思ったんですけど、まあ、それでもオーストラリアでは仕事もして普通に暮らせてるっていうのがあるんで、オーストラリアに興味があって日本で働いててモヤモヤしてたり不満があったりしながら働いてる人たちに、こうやって海外で働いたり生活したりできるっていうのを少しでも知ってもらえたらなっていう風な気持ちで取材を受けてた部分もあるんで、ワーホリで海外に挑戦してみるっていう人が少しでも増えてくれたらいいなっていう風に思ってます。以上。